では激辛ジョニーです。今日も見直しに火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、神奈川県横浜市にあります、麺どころ鶴市屋さんにやってみました。こちらですね、まあいろいろね、ラーメンがいろいろ様々あるんですけども、なんとこちらに激辛ラーメンがあるということで、今回やっていくんですけども、その名前がですね、なんかデスラーメンっていうね、ちょっととんでもない激辛メニューなんですけども、地獄ラーメンっていうラーメンがありまして、それをねちょっとある程度食べてから、食べないとなんかデスラーメンっていうのを挑戦できないらしいんですけども、今回はね、そのままデスラーメンいっちゃいたいかなと思います。やばくない？デスラーメンだよ、名前からしてやばいです、ね、ちょっと完全に殺しにかかってると思うんでね、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。横浜家系ラーメンの鶴市屋、濃厚なのにクリーミーで癖のないスープが特徴の豚骨ラーメンが評判のお店。最近は地獄ラーメンが人気で、辛さが4段階から選べます。今回はこちらの激辛メニューに挑戦していく。まずは海苔3枚の上に一味唐辛子、輪切りにした鷹の爪を乗せます。続いて麺を茹で、丼に醤油だれ、特製の油、豆板醤で作ったタレを入れていきます。そして今回の主な辛さの源である激辛唐辛子を投入。鼻を突き刺すような強烈な刺激臭が漂います。さらに豚骨スープを合わせ、茹で上がった麺を投入。麺に関しては1950年に浅草で創業した老舗製麺会社海家楼を使用。海家楼は人気店六輪車などの名だたるラーメン屋の麺も作っていました。仕上げにほうれん草とネギ、チャーシューをトッピングしたら完成。デスラーメン辛さダブルのおメニューだ。名前は分からなかったんですけども、おそらくジョロキア、ブートジョロキアが入ってます、この粉末が、なんでね、とんでもないメニューかなと思うんで、今回もね、勝手にセリフチャレンジということで、制限時間20分以内で頑張って、はい、いこうかなと思います。じゃあ今回タイマー設置します。いただきます。さあ、じゃあね、ちゃっちゃか食べていきましょう。いただきます。豚骨ベースです。横浜といえば家系ですか、ね、どうですか、うん、何ですかその反応は。喉に突き刺すような、突き刺すような、突き刺してます。ですですよ、喉が痛くなるよ。美味しそう。うん、うん、あん、あん、何ですかそれ。豚骨ベースの元の味がうまいね。好きよ俺。好き。辛い、うまい。なんかちょっと気になったのが、この海苔の上にある粉、これは何なんですかね。これ一味です。一味。ちょ、溶かしていきましょうか。おお。色もだいぶ変わるんじゃないですかね。これだいぶ破壊力がアップすると思うんですけど。なんか輪切りになった唐辛子も混ざってて、鷹の爪ですね。じわじわくるね。辛そう。辛さアップ。パンチ力アップしてる。スープ一滴飲んでみ。混ぜた状態でですか。意外といけそうかもしれない。いってらっしゃい。僕は無理無理ですこれ。カレー、名古屋の写真やばかったじゃん。あれやばかったですね。一口で、あの量やばいじゃん、はい、量がやばいです。に比べたら全然可愛い、はい、可愛い方ですか。可愛い方。舌がもうジョニーさんのよくわからないです。それは何ですか。ニンニク、こうすりおろしニンニクに。美味しそう。追い辛タイムで。追い辛早くないですか。それは何ですかね。コチュジャンでしょうか、わかんないですけど。コチュジャン、韓国の。やっぱね、家系とご飯はね、切っても切れない関係ですから。なるほど。ライスお願いします。ライスで、かしこまりました。おい飯行ったります。ダイネクスプロー。あれ、今何分？社長さん、ただいま7分ほど経過しました。すっかり時間のこと忘れてた。忘れちゃいますよ、ね、うん、ありがとうございます。
ここでじゃあちょっとジョニーさん追い飯ということでライスの方、すごい量多いですけど、最近細くなってきちゃったから、体がちょっと筋トレしてるからちょっとパンプアップしていきたいかなと思って。ハードゲーが見たいです。誰がハードゲーだ。マジだ。汗がすごいですね。ニンニクの匂いがすごいいいです。家系好きにはたまんねえ。その赤いバンドはいつも洗ってらっしゃるんですか？もちろんですよ。洗濯してますよ。昨日撮影行きましたけど、もう洗い終わったってことですからね。連日の時はまあ洗わないですよ。ああ、なるほど、ちょっと乾かないから。あ、なんだよ、しょうがねえだろ、皮が1個しかねえんだから。ちょっとご飯出して。あ、美味しそう。贅沢。いや、でも正直本当にスープ辛いです。まだヒリヒリするんで、多分ジョニーさんの舌の感覚狂ってるんじゃないですかね。ジョロギア入ってるから多分これ。なるほど。ジョロギアかハバネロ、多分ジョロギア。もう私となるとね、もう唐辛子のね、もう匂い嗅いだだけで大体どの唐辛子か分かっちゃうから。そうなんですか。うん。ジョニーさんいつも苦しそうに食べるんですけど、やっぱ美味しいんですか？うん、まあこれは美味しい。最近筋トレするから腹すくうようになってきた。ちょっと待って、もうスープの下の方めっちゃ辛いぞ。これ沈殿してるから何笑ったんや。すいません、下の方が本当に辛いんですか？辛いよ。演技じゃねえから。演技じゃない、リアルだ。この汗リアルだから。いつもジョニーさんしゃっくりしますけど、やっぱしゃっくりはつきものなんですか？激辛。辛いの食べるとね、しゃっくり出るんだよ、はい。まあ、そういうなんか横隔膜が痙攣するらしいですよ。ああ、なるほど。さあ、麺は完食ですかね、ジョニーさん。はい。でも本当美味しそうに今日はペロッと食べてらっしゃいますね。汗が今日もすごいですね。さあ、スープも一気に飲み干していきますね。ライスもちょうどいいバランスで食べてらっしゃいます、うん、汗がすごい。口が痛い。口が痛い。本当ピリピリしますね。僕まだヒリヒリしますもん。ちなみに残り時間が5分30秒となりました。スープもライスも美味しく召し上がってください。いきますよ、最後じゃ一口でお願いします。お疲れ様でした、ジョニーさん。ごちそうさまでした。時間はですね、残り3分42秒残してジョニーさん完食でございます。ベストラーメンっていう名前つくだけあって、はい、十分大人一人ホームレールぐらいの辛さかな。おお。まあ、ただこれはスープ全部いったら結構きついと思います。こんな舌痛いんですか？こんな感じになります。なるほど。腫れ上がってる感覚ですね。本日の辛さレベルの発表はどうでしょうか？いきますか。じゃあデスラーメン辛さダブル、辛さレベルじゃらららじゃん、辛さレベル 7.5 です。意外と8ぐらいあるかなと思ったんですけど、うん、まあそこちょっとカッコつけてちょっと刻みました。0.5。気持ち8。ジョロキアっぽいの使っていいから、やっぱちょっとの量でも、はい、やっぱ破壊力出ますよということでね、本日も行きましょうか。お便りコーナー、ペンネーム小林かぐやさん、これ多分ラーメン食べた時の、激辛ラーメン食べた時の、あのコメントですね。本当はトマトケチャップなんでしょう、お大事にと。おかしいな。ラーメンスープね、真っ赤になってるからトマトケチャップ入ってるかと思いきや、これ唐辛子の赤身ですからね。インチキ一緒なんだ。
やがましいわと。僕はいつもトマトラーメンとか食べてるわけじゃございません。激辛ラーメンでございますと。2通目、ペンネーム SA さん、名古屋のシャチリの時の動画のコメントですね、はい、逆にこれを水なしで食べきったいまいちマイケルズやばいと。おい、いまいちじゃないで、いまいマイケルズさんで怒られますよ。いまいちな人になってますけども。3通目、ペンネームチロリンローンさん、これ僕がデスソース一気した時のコメントですね、飲むんじゃなくて目に入れてくれよと。お前がやれ、おかしいやろ。デスソース、デスソースはあの目に入れるってとんでもねえだろ。おかしいな、真面目にやれ。